それでは時間になりましたので、今日の IMT カレッジの講座を始めさせていただきます。今日はアメリカンジャーナルオブオブステトリクス&ガイネコロジーの7月号でございます。それでは最初の論文からお願いいたします。腫瘍の発生に関わるヒトパピローマウイルスの感染、持続性、また膣及び頸部の異形性の発現の経路を調べたところ、膣の細菌層の異常と頸がんの間には相関があるという結果が得られました。最近この細菌性膣症とか膣細菌層とかっていうのはですね、昔は培養だとかグラム染色だとかいろいろしてし、その膣細菌層を調べたんですが、最近は分子生物学的な方法ですね、細菌の RNA を主要にして調べるようなことでマイクロバイオーターっていうのが分かるようになりました。で、そのマイクロバイオーターを調べましてですね、パピローマウイルスの感染との関係しましたら性の相関があったっていうんですね。それから子宮頸部上皮内病変のような異形細胞、異形性などともまた性の相関があった。まあ何倍も増えるわけではありませんが、そのオッズ比で少し増えるというんですね。だから膣の細菌層というのはそのパピローマウイルスとも相関あるし、そして上皮内病変とも相関があるし、頸がんとの間にも相関があるのではないかとする論文でございます。系統的レビューを用いて調査したところ、分娩後に貧血を見た女性において、分娩後6週の時点におけるヘモグロビン濃度は、鉄剤の常駐を受けた群の方が、経口投与の群と比較し、ほぼ1グラムの上昇が認められました。鉄剤の常駐に関する安全性のプロフィールを調べたところ、問題はないと判定されました。経口投与によりヘモグロビンの反応は弱く、また胃腸障害のリスクの上昇などを考えた場合、産褥期に鉄欠乏性貧血を見た女性において有用な治療法として鉄剤の常駐を考慮すべきであるという結果が得られました。この妊婦貧血に対して鉄剤を投与する、経口剤を投与するか常駐するかということなんですが、常駐の方がヘモグロビン濃度が早く上がる、そして傾向に比べてこの分娩後6週の時点で調べてみると1グラムの差があったというんですね。そしてそれじゃあ副作用はどうなのかと言いますと、傾向投与室の方が消化器症状など現れたり便秘になったりする問題もあったというんですね。ただそれじゃあ常駐では何かあるかって、フラッシング、要するにホテルという少ない顔がホテルというか体がホテルというか、そういうようなのが少し認められたけども問題はなかったということで、三畳期に貧血があれば常駐を、手伝いの常駐が勧められるとする論文でございます。良性疾患と判定され子宮摘出率を受けた女性において 0.96% に予期しない子宮がんが認められました。年齢、手術の適用、内科的既往歴など患者の特性などを利用しリスクのレベルを推定することができるものと思われます。この子宮がんって書いてありますが、この予期しない子宮がんって書いてありますが、これカタカナでがんと書いてありますが、これ肉腫も含まれる、悪性腫瘍全部含まれるという意味ですね。で、子宮の悪性腫瘍といいますと頸部、体部、そういうようなところに悪性腫瘍が認められるというようなことなんですが、普通我々は子宮摘出する場合は子宮筋腫と診断された場合には悪性ということはほとんど考えないです。しかし今腹腔鏡下手術などをしまして小さく細分法といいますかモンセレーターを用いて小さくしますと、それがもしも悪性だったら発症を起こしたりする、またそれから筋腫自身がですね腔内に発症を起こして筋腫が静寂してしまうこともあるんですね、そういうようなことも注意しなければならないというふうになってるんですが、悪性腫瘍としての存在はこの 0.96 って書いてますけども、大体100人1人と思われたり、ただしこれはですね子宮筋腫の手術なんかする場合は40代ぐらいが多いんですね、50代とか。そうするとこれは年齢が高くなれば高くなるんで、その年齢が若くなるとこんなに高くはありません。200人300人1人ということになりますね。しかし我々は常に良性疾患と思っても中にはこの潜在性の子宮がまたは肉腫が存在している例がある、
そして50歳以上に特にそのリスクが上昇してくるということを少し考えておく必要があると思います。骨盤臓器脱と肛門挙筋の断裂との間の強い相関は、肛門挙筋の断裂後の肛門挙筋裂孔の拡大と骨盤筋の脆弱性により説明することができます。分娩後にですね、骨盤臓器脱、いわゆる性器脱のようなものがリスクが上昇するんですね。それは何かということをこう検討したのはこの論文でございます。で、お算ししますとですね、骨盤底の筋肉が少し弱くなるということなんです。それからもう一つのリスク因子はですね、肛門挙筋、裂孔ですね、それが拡大してくるということなんです。で、肛門挙筋の断裂よりもその筋力が弱くなって肛門挙筋裂孔が拡大することが骨盤臓器脱のリスクを高めるんだという論文でございます。最近、政治出産を経験した産直女性では 15.3% が、可逆的避妊法を用いた産直女性では 22.5% が、長期作動性可逆的避妊法を用いていました。我々の分析では、年齢、人種、民族、教育、保険、起用分娩回数、最近の意図しない妊娠、産褥期の受診などの因子は、産褥期の長期作動性可逆的避妊法の使用と相関するという結果でした。すべての産褥期の女性は避妊法にアクセスし、時に長期作動性可逆的避妊法を試みることが、意図しない妊娠を回避し、出産間隔を適正に保つ上で重要です。避妊法へのアクセスは、産褥期におけるいろいろな障壁に対応することにより改善することができます。その中には、長期作動性可逆的避妊法の有効性及び安全性など認識を高め、避妊サービスに経済的支援を提供することも必要となります。このアメリカでですね、意図しない妊娠ですね、望まない妊娠が非常に大きな問題となっております。それを解決する方法としてですね、この長期作動性科学的避妊法、いわゆるですね、コッパ IUD か、レボノルゲステロール IUS を使用しなさいと。それをしますとですね、今は3年、5年、時には7年も避妊が可能だというんですね。で、しかも若い女性でもこれを使えるということがだんだん確認されてきました。そこで長期作動性科学的避妊法を若い人が用いるように、また次の次が望まない人に用いることができるように、その安全性を徹底して啓蒙する。それからもう一つはですね、経済的支援、この公的保険の支援を受けている人はこの IUD の使用頻度が高いんです。ですから、そういう経済的な面も考慮して若い人を支援する必要があるということでございます。今回の調査で得られた結果から、母体あるいは胎児において MIR30D の欠損は肺の着床脳に障害を与え、また肺発育にも障害を与えることが動物モデルで明らかとなりました。このような知見は妊娠と胎児発育不全に関し理解を深めるために、新たな miRNA について調べてみる必要があることを示唆するものです。この MIR30D というのは、 MIR というのはマイクロ RNA なんですね。分子量が、分子量といいますか、塩基がですね、20から25とかそういう短い塩基で、それが存在することによって DNA からの転写が障害されたり、するということなんですね。で、今回のこの MIR30D というのはですね、リューケミアインヒビトリーファクターをの産生を障害するらしいんです。で、リューケミアインヒビトリーファクターというのは着床に欠かせないものだということですね。したがって MIR30D の欠損をノックアウトマウスを用いて作成し、そして、肺の肺を移植し、それ着床するのがどのぐらい着床するか、またその胎死の数がどのぐらいかなどを調べてみるとですね、確かに妊娠性質にネガティブな影響を及ぼしているということが分かったということですね。これからはこの遺伝子レベルのいろいろな着床障害なんかに関する研究が進むのではないかと思われます。
今回得られたデータから正常及び異常な妊娠早期の女性を対象とした場合、葉酸とホモシステインの代謝の役割についてさらに研究を進める必要があります。はい、この普通は葉酸欠乏というと、スピーナビフィダですね、心血管欠損などのリスクを高めることになる。ところがですね、葉酸のレベルが十分あってもですね、ホモシステインのレベルが高ければいろんな酸化的なネガティブな影響が持たされるということが分かった。ただ葉酸のレベルだけでなくてホモシステインについても十分考えてみなければならないとする論文でございます。女性の生殖器官に発生する神経内分泌腫瘍は進行が早い稀な悪性腫瘍です。分化の程度の低い本腫瘍は進行期で認められることが多く、子宮外に病変を伴っていることも多くあります。がん治療は25年間にわたり進歩してきていますが、本腫の全生存率の改善をもたらすという結果は得られませんでした。それほど多い腫瘍ではありませんが、婦人科系統の腫瘍の中にですね、この婦人科神経内分泌腫瘍というのがあるそうです。でこれはそのニューロンだと神経系にですね、存在する物質が、その生殖器の腫瘍にも存在する。それで、神経内分泌腫瘍と呼ばれる、ものなんですね。でこれは見られる頻度は少ないんですが、もう従来から同じような頻度で認められて、いろんな手術をやったり時には放射線療法をやったりするのがなったりするんですが、生存率は変わってないんですね。だから治療法は改善していないと、治療効果は改善していないということですね。まあこういう珍しいタイプの腫瘍も存在するということでございます。切迫早発陣痛を認め、経管長の短縮を伴った早体妊娠例に経管ペッサリーを使用することにより、妊娠34週未満の自然早産率に有意な低下が認められました。またペッサリーを使用することにより、切迫早発陣痛の再発を抑制し、2500グラム未満の出生体重の児の出産を抑制するという結果も得られました。この早体妊娠の場合、早産を抑制するってとっても難しい問題ですね。いわゆる経管保持術シロッカーはあまり有効でないとされています。それで時にはプロゲステロン秩序を使ったり、またデポー剤を使ったりすることもあるんですね。でなかなか有効なものはない。で時にはですね、流産をしょっちゅう繰り返しているような人、回復による経管保守術が非常に有効だとされているんですね。で前に流産を経験している、または早体妊娠で、早期の流産を経験し、次にどうしたらいいかなんていう時には、あらかじめ経腹的な経管保守術も有効かもしれません。しかしなかなかそこまではやることも、もうなかなか難しい決断が必要です。そこでそのペッサリー、経管ペッサリー、アラビンペッサリーというものを子宮の入り口にキャップのようにかぶせるんですね。それで妊娠周数を伸ばす、そして低出生胎児出産を抑制することができるということでございますので、まあ臨床的には非常に有効な対応法ではないかと思います。帝王切開後の表層性の手術部位の感染を減少させるため、シルバーナイロン製の被覆剤を用いた場合と、通常のガーゼを用いた場合で、相部感染に統計的差異は認められませんでした。このシルバーナイロンというのはですね、細菌感染のリスクを低下させるという報告があるわけですね。そこで帝王切開の時に実際にそのシルバーナイロン製のガーゼのようなものをで相部を被覆してみたということなんですね。で相部感染の頻度が低下するかと思ったら全く変わらなかった、普通のガーゼと同じだったということなんですね。ですから相部感染、特に肥満の伴ったような人には相部感染のリスクが高くなりますから、どういうふうな対応をすればいいか、おそらくは脂肪層を保護をきちっとして、そして皮下の埋没保護のようなものをやるというようなことがいいのではないかと思いますね。おそらくステイプラーよりも皮下の埋没保護の方が傷はきれいにつく
術後の経過もいいという報告もあります。指導医の監視の下でレジデントにより私立的経膣分娩を試みた場合と指導医自身が経膣分娩を試みた場合と比較し母児の合併症のリスクの上昇をもたらすことはありませんでした。このような結果は指導医の監視の下で私立的経膣分娩を訓練させるレジデントの教育プログラムを今後も継続することを指示するものです。レジデントはまあ5年ぐらいやるんですかね。そうするとその間に指導医の下でいろんな監視とか吸引分娩とかいろいろ体験するわけですね。その時に指導医自身がお産を担当した場合とそのレジデントが担当した場合で、養護に問題はどのような差異があるか調べたんです。意外なことにですね、実質的な差異はなかった。むしろ指導医が実際にやった方が多少一部のリスクが高まるんじゃないかというような結果も出たんですね。現在のこのレジデントの教育プログラムは非常にいいということを示唆する論文でございます。正期産を迎え初回の妊娠が帝王切開に至ったものと帝王切開に至らなかったものとをプロペンシティスコアを一致させ厳密な比較を行ったところ、初回の妊娠の帝王切開はその後の妊娠の早産、自然早産、医学的適応となった早産のリスクの上昇と相関しないという結果が得られました。正期産になって正期になって満期を迎えて帝王切開になった。でその方が次の妊娠し出産するときにですね、早産のリスクが高くなるという論文があるわけです。でしかしその背景をきちっと合わせて、プロペンシティスコアといいますね、だから背景を体重だとか教育歴だとかいろんな背景となる要因を全部一致させて調べますと数は少なくなるんですが、その比較は非常に正しい比較ができるということになっています。このプロペンシティスコアで背景を一致して調べるとですね、決して満期を迎えて帝王切開になった患者さんがその後の妊娠で早産に至ることはないという結果が得られたということでございます。2000年から2013年に全ての分娩を対象に分析したところ、最大動脈血の代謝性アシドーシスの頻度に 84% の低下が認められました。新生児脳症の発現率、胎児血のサンプリングの実施頻度、帝王切開、機械的経膣分娩の実施頻度の低下も認められました、はい、我々普通胎児心拍モニタリングというのを行いまして、胎児機能不全というのを予測するわけですね。その時に胎児心電計も用いるともっといい結果が得られるのではないかということで、この10年余りこれを検討してみたですね。そうしますと代謝性アシドーシス、最大血から見た代謝性アシドーシスは顕著に低下したということですね。そして一部の胎児、周産期の合併症、例えば新生児脳症ちょっと下がりました。そしてその胎児血をサンプリングする頻度も少し下がりましたですね。帝王切開、機械的経膣分娩も少し下がりましたという、こういうポジティブな結果が得られたということです。しかしそれほどですね、特別周産期の予後が上がったというわけではありませんが、統計的には少し改善したということなので、この ST 脈波分析というのは臨床上有用な方法ではないかと考えられます。妊娠35週から37週にルーチンな主生前の評価を受けた妊娠例において脳、胎盤、血流比を測定することにより SGA の字及び AGA の字のいずれにおいてもネガティブな周産期の臨床結果の予測精度は不良であるという結果でした、はい、このですね、胎児の中大脳動脈の血量を調べまして、最大動脈の血量を調べます。でその比を取りますとですね、脳の血流が低くて胎盤の血流の方が相対的に高いというようなことになりますと、この胎児の状態が悪いんじゃないだろうかというふうに考えられるわけですね。しかしながら実際にそれを用いて胎児の状態を調べてみますと、この脳血管血流比はですね、まあ多少いいところもあるんですが、その診断精度はそれほど高くないということなんですね。
だけど、まあ、臨床上精度は高くないけれども、そのスキルのある先生はやってみたらいいんじゃないかと思います。超音波検査で得られた羊水量の推定値は人種・民族間で差異が認められましたが、臨床的意義はないものと思われます。選択された一部の母体に関わる要因と推定胎児体重は人種・民族が関わる羊水量の差異には影響を与えませんでした。妊娠35週超においてグループ間の差異は最大となり、上限及び下限の値にもグループ間で差異が認められました。3パーセンタイル及び97パーセンタイルという極端に偏ったレベルのばらつきを考慮した場合、単一のカットオフ値の設定は臨床的には適切ではないと思われます。今回得られたデータは羊水指数と単一の最新羊水ポケットから得られた羊水量の推定値のアメリカの基準となるものと思われます。この羊水量の測定なんですが、羊水量というのは大体20週ぐらいから少しずつ増えていきますか。そして妊娠最後の時点で少し下降してくるというのが正常なパターンだと思います。まあ 50% を見てみますとですね、妊娠15週から25週にかけて少しずつ上昇していきます。そしてその後36週ぐらいまでは多少下降し、その後明らかに低下するというようなパターンなんですね。でそれを羊水量の多い少ないは1点の最深部の羊水ポケットを調べるか、羊水指数4箇所を調べてその羊水の合計ですね、を調べるということなんですね。一つのポケットで、例えば5センチあると、で4センチあれば死後20だということになると、まあ、正常の上限ぐらいになるんじゃないかということになるわけですね。で1箇所で、2センチだったり、4箇所で妊娠が8だったり、まあ下限だけれども正常の範囲じゃないかというようなことを、まあ1箇所の羊水ポケットでも同様な予測のなんですね。これどちらを調べてもいいと思いますけれども、まあ、個人的な差もあって、そのばらつきは相当大きいですね。 50% が大体同じであってもですね、その 90% っていうと、と 10% の 間にはものすごい差があります。例えば羊水数で10ぐらいの差はあるんですね。だからその羊水の羊水過多とか羊水過少症っていう診断される時には明らかに臨床的に問題ですが、その間の正常域がすごく広いというのがこの羊水の特徴でございます。胸腹水を伴った子宮体部の衝撃性腺がんと診断された患者において一周期の化学療法を試みましたが、腫瘍は増大し腹水及び胸水の悪化が認められました。子宮摘出、両側卵管卵巣摘出術及び大毛切除術を試みたところ、重度の腹部の膨満が解消され、胸水と腹水は術後数日で改善し、術後3年を経ましたが患者に異常は認められませんでした。普通メイグス症候群というと卵巣に主にその卵巣繊維腫ですね、ようなものがあって、それがどういうわけか胸腹水の原因になるというものがメイグス症候群ですね。だから付属菌その繊維腫のようなものでなくて、今回のものはですね、子宮内膜に悪性腫瘍腺がんが認められたんですね。そして衝撃性の腺がんが認められて、付属菌は脳腫瘍みたいのがあったんですね。そしてそれに伴って、腹水、胸水が非常に大量に発生し、このおそらく医師はその子宮内膜のバイオプシーで腺がんのものですから、これは悪性腫瘍に、基づく胸腹水かと考えたんでしょうね。それで、化学療法をやってみたら、あまり有効性がないということで、すぐ回復手術をして、その付属菌の腫瘍の嚢胞を取って子宮を摘出するとした。でもう数日でこれは胸腹水は改善したということで、3年を経てもこの再発はしてないということなんですね。こういう火星メイグス症候群というのが存在する。
それで内膜に悪性腫瘍があれば、これは悪性だということです。悪性による恐怖薬だと考えてしまいがちですけども、その子宮の悪性とは関係のない恐怖薬だったということでございます。胎児画像診断の進歩により、妊娠20週以前にすでに脳の奇形を検知することが可能となりました。患者のカウンセリングに早期の画像診断は極めて有用です。本症例は無用型全全脳包症と診断され、中絶に至った症例でした。この妊娠の早く、妊娠9週ぐらいでもですね、側脳室というのはきちっと分かるらしいんですね、超音波で言いますと。で、今回9週で調べましたらですね、3次元超音波検査で調べましたら、前頭にですね、この2つが、前頭2つ分かれて側脳室が2つ見れるわけですが、今回は前脳、前の脳っていう前脳ですね、それが全て一つの脳になって、その脳室も一つになっていると、全全脳包症という病気が認められたということで、この妊娠早期でもそういうのは超音波で今診断できるということなので、少し、臨床上注意したらどうですかという論文でございます。今日はこれでアメリカンジャーナルのオブステリクスガイネコロジーの7月号の論文のご紹介を終わりました。また来週お目にかかりたいと思います。もし先生方で何かこの論文の関連したことで資料が欲しいというようなことがあったら、どうぞ国際医療技術研究所までアクセスしてください。何か先生方の役に立つような資料を提供できるというふうに思います。本日はどうもありがとうございました。